こんにちは、フィーフィーですえ。先日、日本に駐在する韓国の大使が交代したんですね。で、その方の人事について、今日本で問題になっているんですえ。新しく韓国の日本の駐在大使として、ムン大統領に任命されたのは、カン・チャン・イルという人物。この方、強烈な反日思想で知られる政治家なんですね。 以前からずっと反日の言動を繰り返してきたこの反日活動家とも言える人物がなぜ日本に駐在する大使に任命されたのかまたなぜ日本政府がこの人物を大使として受け入れたのか今日はそれについてお話しさせていただきたいと思います新しい韓国駐日大使となったカン・チャンイル氏は 1>, 1月22日に来日して入国した際の2週間の待機、まあ、隔離措置を経て、もうすでに2月8日頃から大使として日本で活動を始めているそうです。えこの方、ソウル大学で歴史に関する博士号も取っていて、まあ、学者でもあって、あと日本の東京大学、東大でも学んだ経験がある、まあ、日本を知っている 死日派とも言われている人なんですね。東大の文学部で博士語も取っていますが、この時の論文のタイトルは、近代日本の朝鮮侵略と大アジア主義というもの。 まあね、そのタイトルからもわかるようにカン・チャン・イル氏にとっての日韓併合の歴史は日本の朝鮮への侵略であって日本に対して良い感情を持っていないのでしょう。だからカン・チャン・イル氏が地日派であってもそれが決して親日派というわけではないんですね。 その思想日本に対する反日という思いは彼の言動にに顕著に現れているわけですカン・チャン・イル氏はムン政権では与党である共に民主党の国会議員を務めていたと同時に日韓の議員連盟の名誉会長も務めていたんですね。 この日韓銀連盟というのは日本と韓国の経済界に大きな影響を与える組織なんですけれども彼はこのトップという立場でたびたび反日の言動を繰り返していたわけです。で、どんな反日の言動を行ってきたのか、まあいろいろあるのかもしれませんが、このうちいくつか紹介しておきたいと思います。えまず、 2011年5月、カン・チャン・イル氏は日本の北方領土の国後島を訪れて、ロシアによる実効支配を確認したと、こう発言。つまり、国後島は日本の領土ではなくて、ロシアの領土だとする見解をいちいち発表したんですね。あと、 カン・チャン・イル氏は日本の天皇陛下についても侮辱的な表現を使って呼んでいたんですねえ。カン氏は天皇陛下について、韓国では格下げの表現である言葉で呼びましょうとこう呼びかけて、これ一度や二度ではなくて、これを長きにわたって使ってきたんですね。 えさん新聞はこれを取り上げて問題にもしていましたし自民党内部から反発もあったんですよねだからこの人が次期大使として赴任してきても当面は菅総理やまた茂木外務大臣との面会は見送るなんていう声も上がったほどなんですただ その日本側の反発を意識したのか、関氏は1月22日に成田空港に到着した後の記者会見では、天皇陛下に対して、これまでの表現ではなくて、ちゃんと天皇陛下という言葉をあえて使ったんですよね。そしてこんなことも話していました。 まず、天皇陛下に大使が渡す外交文書、これを提出した後に菅総理と茂木大臣に会うことを考えていますよと。ただし、今までずっと天皇陛下に対して侮辱的な表現を使ってきた人物ですよね。これには日本でこのような人物を天皇陛下に今後絶対に会わせるべきではないといった反対の声が上がっています。 で、次に、2016年10月、カン・チャン・イル氏は、慰安婦問題についても、このようなことを言っていました。いつか日本の天皇陛下や首相が韓国に来て、ひざまずいて謝罪するだろうと、このようなことを言ったんです。また、2019年8月、カン・チャン・イル氏は、ジーソミアについて、日本と韓国が敵対する関係にあるのに、どうして、 我々がこの協定を結ばなければいけないのかとこう発言しました。そして2020年3月には日本政府がコロナ対策として外国人の入国を制限した時には自分たちの国の政治に隣国を巻き込む野蛮な外交だと非難もしています。あと2020年8月、この時韓国では たとえ歴史上の英雄だろうが国立墓地に埋葬された新日の韓国人の墓を掘り起こして、それをさらに見すぼらしい墓地に埋葬し直そうという、これとんでもない法律なんですけれども、こういった新日ハボ法という法律ができようとしていたんですね。実はこのハボ法を推進していたのも、このカン・チャンイル氏だったわけです。 え彼はね、こんなことを言っていたんですね。え国立墓地に仇を打つべき敵がいることで愛国者たちがあの世で落ち着くことはできないと。えつまり、韓国で英雄として称えられてきた人物も、こいつは日本軍に協力していたとして、その墓を破壊してやろうと、こう主張していたわけです。 まあ他にもね、公の場で平気で安倍政権を、まあ安倍総理を愚かだとか幼稚だとか罵ったり、まあね、最低限のマナーもわきまえずに言いたい放題だったわけですね。まあこのような日本叩き、まあ紹介したのはごく一部なんですけれども、本当に彼は国会議員という立場でこのような反日を繰り返してきたわけです。では、なぜこんな人物が 韓国駐日大使になったのか。ここが問題ですよねえ。韓国では国会議員だろうと反日活動をしているのは珍しくはないんですけれども、ただ大使は 国と国との架け橋として役割を期待されているわけですよね。だからここまで日本を嫌いな人物をあえて日本に送り込んでくる、まあ、韓国の意図を知りたいわけですけれども、まあ、韓国でムン大統領がこのチャン・イル氏を次の大使にしようという人事を発表したのが2020年の11月の23日。 で、これを韓国メディアが大々的に報じて、日本にもその情報が伝わったんですけれども、実はこのタイミングが問題なんです。国際ルールを知らない韓国、たびたび国際ルールを違反しますが、ここでも韓国はとんでもない国際ルールの違反をしてしまっているんです。 ま、これね、意図的に日本を軽視していると、馬鹿にしているよということを表現したくてあえてやったことなのかもしれませんが、一体何をしでかしたのかというと、実は国際ルールでは、大使を他の国に派遣する場合、ウィーン条約の規定に沿って、派遣先の国から同意をまず得なければいけません。 で、受け入れる国から、この人が次の大使で OK ですよという、この同意があって初めて派遣する側の国は人事を公に公表することができるわけです。これ、国際社会では全ての国がちゃんと従っているルールなんですね。しかし、韓国はこのルールを破ってしまった。 まあ国際法国際ルールを守らないでもおなじみになってしまった韓国ですがここでも韓国は日本側に事前に受け入れの同意を得る前に次の大使の人事を公表してしまったわけですねだからまあねこんな反日な人物をなぜ日本は大使として受け入れたんだ OK したんだと思う人も 多いとは思いますが、そもそも日本政府が OK なんて言ってもいないのに、韓国が国際ルールを守らずに勝手に決めたわけですよねえ。日本政府もこの件に対しては何も言わなかったわけではなくて、ルールが守られなかったとして外務省が韓国に抗議はしました。ただこれ、 他の国ならこんなのは許されないと。もうね、大使を追い返したりもするでしょうね。そもそもこの人物、もともと友好的なね、日本に友好的な人間じゃないわけですからえ。日本政府はやはりね、ここは対応が弱いと思います。え昨年11月に韓国政府が次の大使がカン・チャン・イル氏だという人事を 公表した直後に日本の外務省はそれは国際ルールに違反すると、まあ極めて遺憾だと、これいつもの遺憾という言葉を日本の韓国大使館に申し入れただけだったんですね。しかしそこから具体的なアクションもしていなくて結局12月下旬には日本政府がカン・チャン・イル氏の人事を受け入れて来日を許可してしまう。 だから監視は1月の22日に日本に来日したわけですよねえ。しかも日本側がこの人事でルール違反があったから抗議したというのも日本側は2月の3日になってこの日本の外務省が初めて会見で明らかにしたこと。え抗議はちゃんとしましたと 言いたいのでしょうけれども、まあ、一方ですぐに監視の人事を受け入れる外務省の対応には明らかにま弱腰というか矛盾がありますよね。え自民党内では有村春子議員や青山茂春議員といった一部の人たちが菅チャンイル氏の人事についてすでに抗議の声を上げていますが、あまりにも弱腰の外務省の姿勢には残念な思いがします。 まあこれがそもそも良い関係を韓国と求めるつもりはないという日本政府の意思の表れととれば、まあ、それなら理解もできますえさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして PFE チャンネルの登録もお願いします